はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ハロウィンマドゥ使っていこう。で、このハロウィンマドゥがね、まあいい強化というか、まあやっぱりこのハロウィンキャラがインのカゴついたんだ。インのカゴついてて、まあ火力圧縮されてて、まあ、火力が相当出る。まあ新境場とか新戦術とかでは火力相当出るなと思ってる。うん。で、やっぱね、強化入ってんのいいね。やっぱし、あの、今、新境場がすごい、まあ、やってる人多いと思うから、まあ、結構、明後日から、まあ、改正されるから、まあ、結構、新境場で遊べる、ピーポー、新境場で遊べるキャラが結構いるなと思ってる。で、イラストがいいね、これ。なんか、隙間からさ、このチャコル、なんと、ハロウィンかな、チャコルが覗いてんのいいね。覗き窓だね。で、今回このスクナ、両面スクナとイタトリくんの、サブに入れていこう。で、このキャラね、進化スキルで20ターンの進化、3ターン遅延でスキル進化して、ダメージ半減、2ターン半減して、ダメージ無効貫通して、ダメージ吸収無効化っていうね、今回からついたのかな、ダメージ吸収無効化っていう。で、今回このキャラで、この子で、対策していこうと思って、ジルクロムとかの対策をしていこうと思って。で、このパーティー属性吸収ないんで、なんとかソフィー、なんだっけ、色が忘れたけど、なんとかソフィーの闇吸収が出たら終わりです。やっていこう。よし。で、まず1階の遅延とか、遅延、まあ、松丸打って、松丸変身、虎杖君変身で OK やっていこう。トゲ刺さるね、 OK。 で、この松丸変身、虎杖君変身で、あ、遅延とか、遅延打って、神結び変身、2ターンヘイストで、松丸打っとこう。松丸と、スクナ打っといて、虎杖君打って OK で、メイメイとか OK、 これでで変身して、で、遅延打って、で、まあ、さらにこれを打つと。いや、でも4消し大丈夫かな ?4 消しあるかな、あるね。昨日パーティーなかったからね、4消し。OK、これでいこう。これでまあ、適当に組んで。回復力高いと、素晴らしい。これでまあ、倒せるかな、あ、無理か。まあ、一旦待とうか。耐久して、OK。で、スクナ打って。で、まあ、今回から、まあ、新境地がコンテできる。コンテできるようになったから、マジでありがたい。本当にありがたい。こんなありがたいことはねえだろってぐらいありがたい。これで、楽しいね、最近、あのパズラ。モチベーションがすごい上がってる。呪術廻戦がやっぱコラボ開催されてさ、モチベーションがもう、もちもちぐらいから、もちもちになってる。で、ルーレット嫌だな、こいつ。シューミン、こいつ嫌いなんだよな。嫌いというか、この子自体は嫌いじゃないんだけど、この子の行動が嫌いなんだな。マジでルーレット害悪すぎるね。これね、一旦待っていいかもしんない。ちょっと削っておいてもいいかもしんないけど、これで、まあ、ちょっとこんな感じでさ、まあ、マイナス消しとこうかな。マイナス、間に合って回復。間に合わないか、そこ、ルーレット。で、軽減貼っとこうか。一旦耐久して、リビエンションか。OK、耐久して、で、これで一旦消化できると。で、メイメイ打って、リビエンションしてと。OK、OK。いや、いいね。これ打って。で、フーが打って、これでまあ無効貫通組んじゃおうかしら。これ回復したいな。これでいこうか。やべえ、待って、これ闇にしよっか。 OK、 これでいこう。無効貫通して回復も頑張って、今上がってるよ回復。 OK、 これで倒せ。ダメディア、なんか出てるこれ、見てんかった、火力出てるこれ。次見よっか。これ打って、で、フーが、で、烈消しがいいっすか。烈消しが強いか。まあ、ちょっと刺さるけど、いいでしょう。これで、あ、今1か、1か。今1か、あばらい1かか。あばらい1かなんで、これで倒せる。向こうで、もう、下画面しか見てへんかった。上画面を見よう。これ打って、で、向こうを張ってるから、まあ、こんな感じでやっていこうかな。まあ、これでいいか。OK、これでいこう。うまい、パズル。最近パズルがうまい。これで、で、マドゥが、
お、出てるね、いいね、火力出てるじゃん。10強武器込みで5つ、5持ちの陰の加護、5倍って感じか。おお、すごい、いいね。あ、来た。これさ、これさ、向こう張ってるんだけど、これ打っていいですか。これ打ってみよっか。オッケー、来た。あ、ボイスあるんだ。あ、ボイスあるの、いいね。じゃこれ打って、で、でこうして、こうして、これでまあ列消し、ダブル列消し、ダブル列消し、巻き舌これで、で回復して4消し頑張って、 OK。 おお、いいね、半分だ、素晴らしい。フレアウェーブで、このうーん、激減か使ったな、これちょっと使ったな。フーが打って OK、 これで打って、まあ今まだついて、あ、2ターン続くのね。全然見てへんやん、全然詳細見てへんやん、あのあれのスキルの詳細見てへん見てたんだけど忘れちゃう、俺もう忘れちゃう、もうあの2分前のこと忘れちゃう、倒して4回層もう3分の1きた、1きたで、このアテンね、いやちょっとお前ごめんね、みんなサクサクすぎるねサクサクパンダすぎてちょっと見どころねえかもな、今日ちょっと見どころねえかも。負けてるところとかさ、やっぱなんか見どころっていうかさ、やっぱりそこがやっぱ美味しい感じ、なんか美味しいな、動画的に美味しい感じあるけど、いや今回ねえかもな、かもな、多分かもなってなっちゃった、なんかめっちゃ噛んじゃったで、いけ、半分ぐらいいけ、無理か、まあ、メニューとかで、これも打って、打っていこう、でこれ打って、回復しっかりして、まあこれで分間違いできる、できるか、レッツにしようか、レッツにして OK、 これでで64万あるので、耐久できるかな、これ計算したいよ、できろ、なあ、嘘あれあれ、メイちゃんになっちゃった、あのやり直すのめんどくせえし、ちょっとコンテしちゃったでこれ打ったら耐えれたんだ、マドゥ打ったら耐えれたんだな、これ、いやー悔しいなで、これ打って、いやーそれ悔しいな、ちょっと OK、 これ打とうか、でまあまあこれでいっか、 OK、 これでいこう、これで削れていこうか、削れるかな、これでいいよ、いいオチも入ってる、これで倒せ、出てるね軽く、マドゥいいじゃん、いいじゃん、でここあれ5になるね、うん、まあしゃあないしゃあない、でここまあいつも通り打っちゃって、でこれもう一回 OK、 これでいけるかな、 OK、 これでいこう、分割して OK、 いやーまあここはちょっとマドゥ打てばよかったけど、うーん悔しい、倒していこう、で5回走でチャージが入るけど、まあこれが溜まっても強い、これ裏が溜まっても強い、であと18ターンで OK、でまあこれも打っちゃって、これまあ76にしよっか、76にしよっか、76にして、これ強えんだよメタトロンのブレスレットマジで強い、俺大好き、心境調整性高いなと思ってるよ俺、この武器めっちゃ強え、この武器正直心境調で使えばなんとかなると思ってる、まあこの武器あればなんとかなるなっていう感じが結構ある、これで OK、 これで交渉で OK、 これで、まあ、パンパンパン OK、 これでまあ倒していけるかな、18コンボ倒せ、いや出てるね火力出てるね、まず素晴らしい、あ来た、次先制ってさ、あったっけ、5回層6はないね、じゃあまあそうだな、これ打っとくか、上限回復も上げといて、でフーガ打って OK、 フーガ強いね、フーガがやっぱこういう盤面対策、花火対策できるしね、素晴らしいね、一旦待とうかな、ちょっと L 字すっか、
ちょっとこんな感じで、まあ、まあこれでいいか。やべえ、待って、回復力、ドロ強がなかった。あれ、使ってなかった。マドゥ。待って、待って、待って。待って、耐久できて、お願い。もう、やり直そう、やり直そう。オッケー、突破半分いきまして、で、防御も効いてると。で、これさ、アテンのところ、アテンのところさ、あれで耐えてきた。マドゥ、マドゥ温存してきて、マドゥ打って、メイメイ打って、全回復して耐えてきた。これで、いやー、でもやっぱ泥鏡が少ねえ、これやっぱ。そっか、泥鏡は少ないか、これ。あんまねえな、泥鏡。で、まあこれ打っといてもいいでしょう。で、この、これが溜まってるんだ、これ。これ打ってみよっか。まあ一応防御として。で、ちょっとさ、あれしよっか。あれできるわ。そうだ。ひらめいた。ピカーン、ピラ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 機能して、これあれだ。泥鏡で囲めばいいんだ、これ。泥鏡だけの回復マイナス以外の泥鏡だけで囲めばいいんだ、これ。そうか。そうすればいいんだ。まあ多分見てるみんなは気づいてると思うんだけど、俺ね、結構画面、だからプレイ、実況してるといっぱいいっぱいになっちゃうからね。まあでも、これ打っちゃっていいか、でも。これ別に打っていいか。打って、あと6ターンね。で、これで、まあちょっとこんな感じで。まあこんな感じかな。こうか。いや、ちげえけど、まあなんか違うけど、まあこれでいいでしょ。これで、OK。これでいいんだ。あ、ちょっと、闇灰降ってきてくんねえか。1だ。オール1、オール1、成績表みたいな。で、耐久はできる、OK。で、ここあれだな。あれついてんな。向こうが、向こう？向こうついてるし、ちょっと、向こう貫通せずに、やっちゃった向こう貫通。だから手がもう動いちゃった、これ。勝手に手が動いちゃった。これで、まあこれでいっか。で、俺ちょっと継承ミスってんのが、マドゥね、これ、実況じゃなくて、副属性闇と、あれが良かった。向こう貫通。向こう貫通にすれば、貫通火力高かったのに、ちょっとミスってんね、これ。まあ、いいでしょう。で、ここ、あれがあるね。これがあるね。まあ、虎杖君とか、まあ、どんどん打っていっか。あと、10ターン。まあ、これも別に打っていっか。別にこれも打っていっか。これがあるもんね。2ターン変身とあるし。で、フーが打って。で、2ターンチャージして、オッケー。これで回復して、オッケー。オッケー。オッケーっつって。手越しみたいな、オッケーね。これで、フーが打った。まあ、全開してるし、フーが打とうかな。盤面増やして、オッケー。これで、蓋して、回復ドロキョ、回復で蓋して、これでどうだ？これでどうだ？これでどうだ？これでどう？ 12、13、14、15。いけ！ワンパンしろ！補正！おー、余裕！余裕のよっちゃん TV。お腹いそう。ね、これが、闇くんな。闇だっけ？これ。おっしゃ、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 おっしゃ。ここで闇吸収来たら終わりと。終わりと、コンテスト出られないと。で、これ、これ打って、そういうパーティーとなっておりますと。これ打って。いやー、ちょっとまあ、ここは避けれたんよかった。で、闇がないのか、それ。回復しとこうか、回復しとこうか。これで、一応こんなもんで、全体入ったでしょう。OK。これで、倒せ。いけ。うわ、ワンパンした。すごい。いや、ちょっとこれ、マドゥ強いかも。火力出るな。火力めっちゃ出るな。で、この、なんかアイドル、嵐みたいな立ち位置になってる、この、まがまがしきかけね。もう嵐だろ。これ嵐だろ。300年後の嵐だろ、これ。で、これ。これさ、あと4でしょ？これ打っていっか。別にこれ打っていっか。でもまあ、でも盤面がちょっとあれかな。あと4ターンか、これ。ちょっと一旦ずらすか。一旦ずらして、6って止まって、OK。で、まあ適当にこれ1コンボとかしといて、OK。これでさ、これで、まあ上限解放しておいて、で、フーが打って、ここで突破しようかな。安心安全で。安心安全の突破方、突破していこうか。OK。これでいこうか。これで7、8、9、10、11、12、13、14、15、縦追撃。
倒せ、いけ。いや余裕すぎんな余裕すぎんな、ちょっとさっきから。で、軽く申し分ね、軽くマジで申し分ね。これ 50% 当たってね、幻覚の影 OK で、まあ、これもずらしていっか、いいよね、ずらしていこうか。ずらして、これずらします、 OK。 これでこっち打とうかな。3ターンでしょ。であと9、14、 OK。 これ打って、風が打って、 OK。 いいぞ、順調順調、今のところ濃厚やわ。これでまあちょっとつなげて消しとこうか、若干つなげて消して、 OK。 これでどう、火力。あ、デバフ食らってるの20億とで出てるやばいやばすぎ。でこれ打って、上限回復、自分攻撃あれないか、これ打って、まあ別に突破していいか、別にあれか、突破していいよね。これでいこうか、分割して OK。 これで分割して OK。 13、14、14、 OK。 倒せ、いける。いや出るね火力。9回とここで吸収が打てますよと。いや素晴らしいね、素晴らしい。でこの待ってね、まあ、メイメイとか防御もあるんだ。そうだ、防御もあるんや。これなんじゃこのカチカチパーティー、なんじゃこのカチカチパーカチカチパーティー。これ打って、でマドゥ、あーまあ2ターン続くし、まあ、一応打っとくか。一応ってかさ、あのもしかしたら耐えれるかもしれん。これ耐えれるのかな、わからないちょっと打っとこうか、打っちゃっていいか、2ターン続くし打とうか。これ回復マジで、これ125億出したいんだけど、回復これね、回復もあるね。まあこれがあるけど、どっちもあのあれだ、8ターン回復、8ターン回復するわ。これうこれどうしよう、これどうしよう。4消しできない可能性あるね。これちょっと一旦これで様子パンチ、様子見パンチでやっていこう。これでいや、これいい盤面なんだけどね、120億でかく出せんね。これでいこうか、4消しして OK、 回復してどう、70億は出せる、倒せ、やっちゃったやっちゃった、やべえやっちゃったなこれ。あでもさ、これ2ターン耐久でいいんじゃないか、別に2ターン耐久でいいじゃんこれ。あーちょっとこれ中途半端、中途半端やなこれ。もうこれこれなんだよな、あのスクナの弱点というかさ、回復をいっぱい消すんだよこれ。これがちょっとね使いづらいね。こうなっちゃうけど、あーあと一旦続けば吸収が、しまったな、十字はないね。うわーマジかマジか、まあ一旦待とうか、ちょっと一旦耐久してしようかな。でこれ回復マジで消すな、回復めっちゃ消すなこれ。12、3、オッケー。なんか調整できないか、これでまあ耐久して OKOK。向こうか、あ向こうも結構これいいんじゃないか。でこれいやマジで向こう側にすればよかった、まあいいでしょう。これ打って、で回復を作れ、作れじゃない、あの消した OK。 いやトゲ痛い、やべえなんか変な、やべえ待って大遊び、大遊びしてたら、大遊びしてたらやっちゃった、なんか変なパズルしちゃったやべえ待って待って待って、次は本気出す、次から本気出す OK。 でこれ打って、これはさすがに回復は作る、消せないでしょ OK。 で闇光か、ちょっとこうしてトゲ刺さらないようにして、あでも4消しすればもう別に関係ないのかこれ、あんまり関係なさそうやな OK。 これでいこう、これでどう、たこ焼き入った、回復頑張って、回復回復頑張らない、回復頑張らない、頑張らない勇気、これ嘘だろ。さあコンテしまして、これ打とうか、もうコンテは俺の得意芸よ視聴コンテだけやけど、これ打って、うわーマジか、まあ、正直視聴
長コンテ2回で済まれ、済めれば2回で済めば結構俺はハッピーハッピーな気がする、ハッピーハッピーハッピーな気がするんで、これまあ別に倒せ、いけ、よし倒した。で次これもう万全やで、万全すぎるな。これこいつが来てもうメイメイあるんね。これやっていこう。いやメイメイ強いね。でこれ打ってメイメイ打って、でまあいらねえか、別にあれいっか、まではいっか、まだいっか。でこれ打って回復決断、おーい、あ、ある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 いやナイス、こういうことか、こういうこともできるんか。シェリングポードみたいな、ポードみたいになったけど、めっちゃ噛んでるけど、OK、ここで、なるほど、こういうこともできるんだ、紙結び。あ、強いな、紙結び。OK、火力が素晴らしい。火力、ほんと申し分ねえ。で、向こう張ってきた。向こう張ってきたけど、これさ、どうする、どうする、これアイフルだな、アイフルだな。向こう張ってるけど、まあ別にいいか。いやこれ、ま、マジで永遠の課題やな。スクナがもう回復を消す消す回復消す消す回復。これで、うーん、これで OK。 あーでもこの子向こう持ってねえんだ、向こう持ってないからさあれだな、ちょっと大丈夫か。よっしゃ、いけてるね、めちゃいけや。ここのシールド破壊はもうお得意ですよ俺。これ打とうか、やっぱ回復力減少か。でも虎杖君もあるわ。これ打って、これ打って、いやここの、ここの階層ぬるいんだよなここの階層ぬるぬるなんだよな、ぬるぬるなんだよね。でこれ12階層、12コンボ、これでここ柔らかいよなここめちゃくちゃ全部柔らかいよな、いいよねこれ。で優しい、親切設計だこれ。でこれ打って、まあこれでいいか、もうこれでいいんじゃないか。舐めすぎ、これ舐めすぎこれ舐めすぎ、これちょっと舐めすぎかな。あ、いけるいけるか、いけるいけるいける、でね、オッケー、いや素晴らしいね。で3でしょう。でこれ打って、スクナ打って、いや、少ない、いいね。これでいっか。これでいこうか。こっからもう、勝ち確かな、正直。正直勝ち確かな。フラグかもしれん。これもしかしたら最後の言葉かもしれん。で、あと13、OK。あと、8段、OK。これで、まあ、たこ焼きとか発動して、OK、これで。これで L 字とか組んで、OK。で、11。倒せ。OK。ここはちょっと本気出そうか。ここちょっと火力出したいから、これ打って、スクナ打って。うわぁ、トゲ多いけど、回復あるわ。回復めっちゃあるわ。まあ、これでいいか。あ、秒いった、秒いった、秒いった。病院行ったけど別にあれか、次攻撃ないんだ、次多分攻撃ねえわ。 OK これで削れて、で闇に、いや勝ちて、え勝てるかもしんねえ、もしかしたら V 破壊はできんかもしれんけど勝てるかもしれん。これ毒弾く、闇を追ってくんのいいな、これ闇振って、あー今ちょっと、これ先生あるんかい、先生あるんかい、これえ、先生のあって攻撃あるんだこれ、マジか、え、それマジか、ちょっと待って、これ打って、これも打っちゃう、これ打って、あ、そういうことか、ここの先生あるの知らんかったな、知らんかったっていうか忘れてた。でこれ風が打とうかな、回復消すな、消すな、 OK、 これで盤面が見えんな盤面が見えんくてピエンだなこれ。トゲ持っていっか、トゲ持とうか、いやこれどうすればいいんだ、
もうしゃあねえ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 、これこれで行くしかねえ。ちょパズルが難しい。オッケー、高木、あ、ナイスナイスナイス、これで削れます。ワンパン半パン、素晴らしい。で盾張ってるし防御張ってるんで耐久できると。いやー素晴らしい、いや素晴らしいね。まず楽しかった、楽しい楽しい。これ打ってで、まあレッツ組もうかな、ゆっくり組もうか、ゆっくりゆっくり組んでいこう、ゆっくり実況で、まあ、これでいっか。レッツゲシプラスダブルレッツ、ダブルレッツの火消しでたこ焼きめっちゃ入る、ナイス。え、もしかして、あ、硬い、ちょっと硬い、 なんで硬いんだこれ、なんか半分切ってから硬くね。あれ、なんか半分切ってから硬くね、これバグこれ、バグってる、これあれバグってる、これこれ打って、待ってね、これ打って毒弾かねえか、毒お邪魔か、あーこれちょっとさ回復消した、お邪魔と毒いっぱい消して、オッケー、これはさすがにいったでしょう。あんまり消すな、あれを、毒を消すな、オッケー、これはいったでしょう、さすがに、さすがにいったっしょ、これいけ、倒せ、んー、よっしゃーじゃあやったぜ。まあで初クリア報酬やった、ありがとう。実質コンテ2回したけど視聴コンテなんで実質ノーコンと、まあ、ノーコンできましたと。いやーいいね。うわーちょっとどうだこれ、マドゥ、まあ吸収がないな、属性吸収、属性吸収ねえからソフィーは捨ててるわ。もうソフィー捨てやけど、ソフィー捨てさらにしてあのコンテで捨てるけど、うん、まあ別になんかめっちゃ弱いってわけじゃないな、弱いってわけではないし、弱いわけじゃないし、めっちゃ強いってわけでもないかもしれない、正直。まあスキルが強い、まあ、スキルが強力だしね、あとアシスト回復とかは4ターンできるし、そこ強いね。で加護持ってて10強4つの、まあ、火力出ますよ、新強調新戦時では火力出せますよっていう感じかなですかね。まあ、武器もあるね、武器もめっちゃあるし、一応継承こんな感じかな。継承がね、まあ、一応これかな、純血バッジ、ビレッタヌーかな。で、軽減とかいらないかな、闇の軽減とか。で、ミケ、ミケですね。万剣ミケ。で、アルテミス。あ、アマテラスか。で、メタトロンのブレスレット。で、ガンビット。ガンビットね、ガンビット。で、フレンドがこれ、コーネリアかな。スキブとナイキョムリか。HP バッジだったね。OK。いやー、楽しかった。じゃあね。